はい、皆さんこんにちは、テラミスです。というわけで本日はね、ゾンビ 2.9 マニューバの方で最強のゾンビ戦法をねやっていこうと思います。で、ガチヤグラがゾンビ戦法ね一番強そうだったんで、ヤグラでねやっていこうかなと。前にゾンビ 2.9 クワットやったんですけど、いやそれも強かったんで、めちゃめちゃなので、マニューバでやっても強いんじゃないのみたいな。 OK OK、 もうひたすら気持ち強い今のは気持ちいいですね。もう今日の動画はひたすらゾンビでね、特攻していきます。で、試合の厳選はしません。まあ、この戦法を強いと思ってるんで、まあ、リアルな強さをね、見せるために厳選はしないと。これ3落ちしてるのは結構まずいな。あ、ラッキーラッキー。ただ、これは、何？え、ちょ、ラグーくない？まあ、今深夜の3時に撮ってるので、相手海外勢の人から。それはしょうがないな。海外のラグはしょうがない。もう遠いのだから。で、ここゾンビ発動状態なんで、もう突っ込んでいきたいね。あ、ゾンビの効果知らない人いるかもしれないんで説明しとくんですけど、あ、ヒルしたら発動しないみたいな。いや、感じですね。これは、今間にはヒルしたんで発動しないみたいな。で、次復帰で、石キルも取らずに、まあ、デスしたらゾンビが発動するというね。僕の動画、スプライやってなくても見てる人とかいると思うんで、今回の動画、ゾンビの話多くなりそうなんでね。ウェイ。いや、これもお昼しちゃったから発動しません。これゾンビ弱くね？弱くね？弱くねって、いや、でもこれは結果キル取れてるから、いいんですよね。取れなかった時の保険、みたいな感じなんで、まあ、強い試合も取れるはず、ゾンビが。あ、これはゾンビ強いわ、みたいな。そういう試合を見せていきたい。これはまずい。あ、マジか。おいおい、やって。それ見に行こうか、ヤグラー乗るじゃなくて。しっかりカバーをして、こういうキルがね、大事と。スピア溜まるから、乗り任しちゃってもいいな。ガンガンゾンビで乗るみたいな動きしてもいいんですけど。今、ヒルしちゃってゾンビ発動状態でもないのと、スピア溜まってるんで前詰める動き、してあげた方がいいかな。いやー、そこのナイス玉は、いやらしいな。やれないよな。に落ちか。いや、惜しいな。55まで進んだのはでかい。あ、こう洗濯機の人生きてくれてんのでかいな。ラインがすごい低めだね。硬い動きしてくれてる。いや、こういう動きしてくれる味方がいるとずっと飛べるんで、ありがたいんですよね。これ乗っちゃおう。と思ったけど、これヒル取れそうだったんで取って。あ、ナイスナイス。相手オールダウンだね。乗ってくれるのありがたい。ゾンビ発動してるときはガンガン乗りたいんですけど、してないときは、しっかりヒル取る動きをね、していきたいんですよね。ゾンビって発動してるときとしてないときで動き変えるのがね、まあ、最大限に強さ引き出せるんじゃないのって思ってるので、これはやれんじゃないかな。マジ、硬い。ナイス、そこ持ってかれなかったの大きい。うわー、最悪それ事故った。いや、洗濯機の人右行ってほしい感ちょっとあるな。立ち回りが、あれだな、マジであんまり前出ないで生存してみたいな感じなのかな。まあ、味方が防衛してくれそうなんで、もう櫓に乗る場所。これゾンビ発動してるんで、危ない。これ、もうひたすら乗っちゃおう。これやられてもね、発動するんで。OK！ これ発動で、いや、これめちゃくちゃ良くないですか。発動してるときは櫓とか乗ってヘイトを稼いで、まあ、ヒルして発動しないときは、しっかり火で取るみたいな動きができると、いや、それはうまいね。強いんだよな、ゾンビは。いや、待って、相手のマニューバーも俺と同じ思考なんですけど、なんかすごいな。で、左奥飛んじゃいましょう。ここをね、取られるときついんで。ナイス、ありがとう。まあ、今のやられてもね、ゾンビ発動しちゃうんで、適当に飛べるっていうのもいいんだよな。まあ、適当というか、飛んでもリスクがないみたいな。ここ乗っちゃおうかな。これ、俺、ヒルしなくていいな。もうこれで、矢倉を進めて、俺がやられたら、もうゾンビ発動みたいな感じなんで、これ、賢い。まあ、塗り広げつつでも、乗るわ。こっち乗る人あんまいな、そうやしな。洗濯機の人は、生存する動き結構してるから。俺は燃やす命を。燃やす、これで発動。で、矢倉そこまで進めたからな。マジでこれ、貢献してるっていう。感じじゃない？こう、石切れも取ってないけど、もう活躍した気持ちになっております。
それはやばい。まあ、いや、できればやられたくないな、ゾンビ発動するけど。いや、すまん、持ってけない。ただ、こっち生存はしてくれてるから。てか、待って、ここで気づいたけど、洗濯機の人、ハイパーブレッサーじゃないのか。ちょ、めっちゃ動き硬いの、してたから、ハイプレの方かと思ったけど、ゴムラッシュの方か。これ、やばいな、結構。止めれるか。待って、焦んな、焦んな、焦んな。待って、待って。もう行くしかないな。おい、危ねえ。最後、こっちポコポコ溶けすぎて、マジで危なかったな。もずくスペシャルで櫓止めれるのないと結構きついんですよね。こっち射程も短かったんで。だからこの試合ゾンビ強かったんじゃないか。後半ひたすら櫓乗って前にとりあえず持ってくみたいな動きめっちゃしてた気がするわ。良かったと思った人はね、高評価お願いします。はい、それでは対戦をよろしくお願いします。バッテラのガチャグラーパーエンスランク70とダネ編成の方を見ていきましょう。良くもないけど悪くもないみたいな。で、相手も光栄なしか、打ち合いが多くなりそうですね。で、今回なんでマニューバベッチ使ってるかっていうと、一応理由がありまして、ヤグラの吸盤が強いからっていう、あ、食い元カーリングじゃね、止めれないんでヤグラ。ヤグラのマニューだったら、マニューが一番強いんじゃねみたいな感じでね、やっております。危ねえ、ナイス。これいない敵。スピア溜めたい感あるな、ここまで溜まって。受けたら受けたまった。これ耐えられそうだな。まあまあ無駄履きみたいになっちゃったけど、いや事故。今のちょうど噛み合ったな、吹きタイミング。メイン性のクワットか。これやれたらでかいけど、この2落ち、これ飛んじゃおう。あんまりね、良くはないと思うんだけど、このジャンプ、まあ、2.9 だからまあいいやみたいな。そんなに良くない、今のジャンプ。やられたら結構やばかったと思うんで、今の。OK。これヘイト稼ぐ動きでいいな。クワットには射程負けてて勝てないんで、これナイス。ヘイト稼ぐ動きをして味方にね、やってもらうと。これゾンビも発動してないから、ここはヒル取る動きしたいな。味方も乗ってくれてるし。ここね、タワー取るの大事なんですよね、バッテラ。振られたいな。え、ごめん。初段ミスっちゃったな。あ、でも、それはやれると思う。これ、ハゼロ。ナイス。いや、ごめん。そこもいるのか。リードはしてるけど、61で、お互い光栄なしだから怖いよな。このカウントは。リードしてるに入らないレベル。もっと進めたいね。俺、乗ってってもいいな。俺、全然乗ってないから。まあ、この味方、2落ちだし。OK。ヒルしっかり狙う動きしても取れなかったと思うんで、まあ、ヤグラ乗って進めとけばね、相手の攻めが遅れるんで、まあ、今、ナーの檻でいいかなと。えぐいな。ヤグラだけ止めちゃいたいな。やばい。ありがとう。全然当たらない。でも乗っちゃおう。復活3しか発動してるし。待って、ここやられるのはもったいないな。一瞬降りて、乗る。進めとこう。進めることに意味がある。これしてたら味方がね、動きやすくなるんで。味方乗んないでいいからな、その分。ヘイトもすごいし。すごい。ここで、ただ、こっちヒル取れてないの。この動きしちゃうと、ヒルがね、味方任せになっちゃうんで、そこだけ、難しいんですよね。ナイス。絶対いると思うんだけど。OK。まあ、匂いが、したね。まあ、ちょっと勘みたいなとこあるけど、今の、そこら辺いるなってのは上がったけど、ピンポイントの場所は、まあ、勘だな。いやー、イーム割と合ってたけど、初段もらったら勝てないな、傘には。ナイス。ここでヒル取ったらでかい。さっきからね、もうあと一歩のヒルが足りないんだよね、こっち。これ飛んじゃうわ。ナイス、ナイス、でかい。もう見られてるかな。これ走るか。これ全員で。これでかい、あと正面からしか来ないから、左か。ここでキル取れたらがっつり進むな。マジ。ナイス。おっと、神か。傘待て。ナイス。いい挟みすぎる。え、俺進めよ。マジでかい。これで進めといたら。こういう時に吸盤強いんだよな。マジで、抑えで。ボムゲートで一番強いサブ、吸盤だと思ってるんでね。OK。乗っちゃおう。
まあ、ゾンビじゃないけど、進めることに意味がある。21。コーヒーで取ってくれたらありがたいけど、いや、デスしなければいいな、この場面は。俺が、飛びたい感じある。おいおい、下がってくれるのはありがたい。俺だけリスクを犯す。おい、見られてないのか。え、追いかけて、飽きてないか。バレてないんだったら、後ろから止めでいいな。まあ、吸盤だけ投げて、これ挟む感じで。でも相手はっきりとは俺の場所分かってないと思うから。いや、ごめん。うわ、そこ来てんのか。か一応発動はする。でも案外きついな。さっき俺たちがしたのと同じことをされてるもんね。これ飴貯めてくれたら一応止めれるけど、赤ゲルビン溜まるの遅いから。OK、あ、これメインでいけそうだな。こういう時に吸盤が強い。ナイス。OK。ナイス、ナイス、ナイス。これ、いや、乗んないでいいな。これ塗り固めて、敵が来るのを待てばいいや。もう最後、もう待ちで。いいね。ここは乗らないでいいや。来る相手を、ポーンと。はい、ナイス。いや、ゾンビマニューはマジで、楽しいな。だからこの試合前半昼狙うみたいな動きして、それでカウントそこまで進まないし、乗った方がいいんじゃないのかなと思って、結構乗る動きに変えてたと思うんですけど、そこから良かったから、味方の動きに合わせるの大事やな。どっちの動きもできるからね、矢倉乗るのも攻めるのも。それの見極めが楽しいっすわ。うまく決まったらこんな風に勝てるから。はい、それでは対戦よろしくお願いします。モズクのガチャグラーパーに350と、だね、編成の方を見ていきましょう。あ、これいいっすね。ダイナオベッチュが矢倉止めるのめちゃ強いんで。このホットの人、さっきも味方だったな。あれ、ナイス、押しとくか。さっき押してたんだけど、俺、無視しちゃったんだよね。ナイス理論で。あ、ナイス理論っていうのが、まあ、一人ナイス押してる。ちょっと傘やばすぎ。オッケー。一人ナイス押してたら僕押さないんですよ。二人が押してたら押すっていう。3対1みたいな。多数派に入るんで、さっきホットの人だけ押してたから、押さなかったんだけど、2回ね、無視するのはかわいそうなので。あ、ちなみに僕、モンハン最近やってるんですけど、狩り終わった後、お疲れ様でしたって、僕必ず撃つんでね。誰も押さなくても。それは、やる。皆さんにやってくれたことに感謝、みたいな。でね、お雑談の方してたわけなんですけど、これノックアウトいけるぞ。相手きついんじゃないかな。俺たまんないけど、吸盤ボムの抑えが最強すぎる。それだけやりたいな。当てるな。当てるな。オッケー。怖い。3点バースト怖いよな。ブラスターみたいな感じだ、H3 対面。ナイス。なんかさっきまでフルタイムの試合が多かったんで、ちょっと試合終わるの早いな、みたいな。ちょっと物足りない、みたいな気持ちになっちゃってる。いや、全然ね、嬉しいことなんですけど、ノックアウトは。イエーイ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。バッテラのガシャグラーパー2150と。で、動画の時間的にね、この試合がラストだと思うんで、勝っていきたいね。そしたら全勝だからな。ガチャグラのゾンビ、強かったな、というか。あ、この動画を見てね、真似したいって方がいたら、ヤグラで、やるのをね、おすすめします。エリアとかだとマニューバー、マジできついと思うんで、もう長い武器多すぎて打ち合い勝てないみたいな。いやー、今は勝てないのか。まあ、ヤグラでも長い武器多いっちゃ多いんですけど、ヤグラはゾンビでヤグラ乗るとか、できるんで、そう、エリアは、エリア乗るとかそういうのないんで、もう塗るしかないんで、ヤグラがね、おすすめと。あー、マジか。この試合、やれそうでやれないみたいな、多いな。ただ、橋上取ってるのはいいはず。吸盤モードで矢倉済ませないみたいな。いやー、その雨降らしは。これ乗っちゃおっか。敵に落ちだし。いや、味方に落ちだから、いや、進めとこう。矢倉前に持ってって相手の攻めを、振らせる。これ、ちょっとこっちで爆発して。まあ、ヘイトを稼ごう。これは、絶対無理だと思うけど。いや、いい、いい。二人あそこまでヘイト集めて、ジェッパも使わせたら、いいんじゃない？ゴキブリ一匹に戦車みたいな感じですからね。結構まずいな。これはキルがさすがに取れてなさすぎるから。うん、俺ヘイト稼ぐ動きしすぎかもしれんな。しっかりキル取る動きに切り替えた方がいい説はある。それミリだけど。降りてきそう。待って。あと一個。あ、ごめんね。それはやったけど。ナイスナイス、そこのキルでかい。農地だけ、橋上いるな。
でも生存してほしい。てか、チャージャーの人この試合めっちゃ頑張ってくれてるな。ヤグラ、ハイプレで止めてくれてるから。いやー、すまん。ヒル狙いたいんだけど、ちょっと、きつい場面が多いな。てか、塗りが、きついね。いや、塗りがきついっていうか、これはヒル取れてないから塗りきつく見えてるだけなんだよな。こういう時に塗ると、かえって悪くなるんで。まあ、しっかり対面勝つ動きをして、俺がヘイト集めすぎ。オッケー。ナイスナイス、でけえ。チャージャー、神。いやー、間に合わなかった。オッケー。寿司どこだ？そこか。まあ、でこれ、運ゲーなんだよな。乱数、持ってかれちゃうか。まあ、で、ここ、ヤグラ乗んないでいいや。ここ乗ったら、多分良くないんだよね。ヘイト稼ぐ動きじゃ、この試合勝てないから、しっかり端上取って、キル取る動きに切り替えた方がいい。いやー、それ惜しいんだけどな。オッケー。いやー、マジで無理。すまん。ヒル、ナイスナイスナイス。いや、ヒルがすれば、でも間違いなく勝てる。今、結構いい状況になったから、俺が、ヒルを狙う動きで。この動きでいいな。ヤグラーはそんな乗んないで、ヒルをして、チャージャーを守って、マジそれ、なんか、すげえ当てにくかった。やばい。最後の最後で先般みたいな。いやー、ちょっと、ヒルが取れねえなー。やべえとこ飛んじゃった。やばい。負けたくない、負けたくない。いや、でも、チャージャーの人ここ止めてくれたらマジでナイス。OK。いや、済まれたくない。OK。でも勝ち方は、もう分かったんだよ、この試合。時間をくれ、あとは。OK。OK。俺がマジでヒル取れば勝てる。これは。ヤグラ、もう乗らん。ヤグラとか知らん。今のはマジで事故った。ごめん。頑張れ、カズさん。塗り状況悪いからな。ヒルから、よくしたい。ヒル取ったらでかい。ナイス。ヒル、ヒル。ほかほか、でけえ、でけえ、でけえ。てか、チャージャー軸は、それ無理だな。チャージャー軸は、あんま乗んない方がいいっすね。チャーを守る動きして、チャーに抜いてもらうっていうのがコンセプトだから。ゾンビの動きそんなする必要が、ないわ。ナイス。いやー、あと、少しヒル取れればマジでいけそうなんだよな。そこは、乗っちゃおう。生存優先で乗る感じで。ヘイト稼いで、やられるとかはしない。待て、それはやばい。待って、ここが多い。いやー、ヒル欲しい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、カズさん、無双してくれ。ナイスナイス。H さん。マジかー。いや、マジかー、これ。残り30秒。いや、でも相手ハイパープレッサーとかないから、矢倉止められて負けるとかはないな。ほらほら、いけるいけるいける。相手止めるスペシャルが、そんな強いのないから、ナイスナイス、ガチでいけるやん。そこ、クワットジャンプ、ないか。クワットどこ？あ、手前旋風とかワンチャンいそうじゃね？大丈夫か？え、多分大丈夫だな。いけるいけるいける、ね。乗るなよ、相手バグで。よっしゃー。やべ、深夜だからね、えぐい声出た。マジで、嬉しい。危ねー。え、でも最後、良かったね。やっぱこっちがしっかりヒル取って勝てたから、この編成だったらヒレヤン立ち回りするの正解だったわ。まあ、最後、味方のおかげもあるけど、まあ、俺も、悪くなかったよ。いや、気持ちいい。まあ、という感じでね、本日の動画終わっていこうと思います。あの、概要欄に 2.9 クワットの動画も載せとこうかな。あれも面白いんで、ぜひね、見てください。というわけで、チャンネル登録と高評価よかったらお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。